和ズ山古墳は愛知県岡崎市西本郷町にある古墳。形状は前方公園墳。実際の被葬者は明らかでないが、区内庁により、伊咲入彦の王子母として第十二代、慶光天皇御子の伊咲入彦の王子の墓に自情されている。岡崎市街地から西方、矢萩川右岸の段宮南端部に築造された古墳である。一帯には古墳数期からなる。 和志山古墳群が分布するが、本古墳はそのうちの主墳になる。古墳には、総当州連下寺が隣接し、その混流の際に墳球に改変が加えられている。現在は、宮内町の事情簿として、同町の管理下にあるが、これまでに2010年度の宮内町所領部による墳球測量調査などが実施されている。墳形は、前方五円形で、前方部を西南西方に向ける。 断築は不明。現在の噴球長は約58メートルを測るが、築造当初は60から80メートル程度と推定される。噴球表面では不均し、円筒派に割れつの存在がほぼ認められているが、噴球に作りでは伴わなかったものとみられる。また、噴球周囲に分布する古噴数期は本古噴の倍長と推測される。 この和ズ山古墳は、出土派庭より4世紀末から5世紀初頭頃の築造と推定される。古墳の規模は次の通り。和ズ山古墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁では、第12代、慶光天皇御子の伊崎入彦の王子の墓に、自乗している。この伊崎入彦の王子は、司書では慶府のみで自責の見えない人物であるが、仙台球寺本に、 天皇本義では、三河長谷部忠の祖と見える。新鮮聖四六左京皇別五子屋尊上、右京皇別三立史上では、慶光天皇御子の木入彦命が逃亡した救出の雑白を三河国で捕らえたと見え、これを伊佐木入彦の王子と同一人物とする説がある。また、本古墳周辺が和名称に見える三河国壁海軍国武号に否定されることから、 伊咲入彦の公園の長谷部氏の統治への来住説もある。この伊咲入彦の王子の墓について司書に記述はないが、1895年に当時の宮内省によって、和志山古墳が木入彦命の領母伝説地に事情され、後に伊咲入彦の王子母への事情変更を経て、現在まで踏襲されている。和志取神社なお、和志山古墳の南東方には、 伊崎入彦の王子を祭神とする和一人神社が鎮座し、伊崎入彦の王子に関する由緒を伝えるほか、本古墳の両方事情に関する資料を伝承する。注釈出典。ありがとうございます。